はい、この番組はですね、ラジオ番組をやってみたいという思いを持った、なんだっけ、沖縄国際大学の学生による番組です。ちょっと忘れちゃったよ今。はい、というわけでこの後3時までですね、1時間生放送でお届けしていきますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふざけてないですからね、今ね真剣にやってますんで。はい、というわけで今日の放送をお届けするのは小座の助っ人ゆうやとヘイタと萌えとちいかとひよりことなるみと夏野です。よろしくお願いしま す。今日多分あれですよ、レギュラーメンバー全員集合ぐらいの勢いですね。お久しぶりに揃えました。そして、うん、そして、はい、ツイキャスには僕が映っていない。あげりこうしたら映るから映った。ちょっと映ったよ、よし。はいはい、というわけでこのメンバーでやっていきますけれど、どうでした？結構ね、男子僕以外の2人は結構久しぶりな気がしますけど、はいはい、なんかありました？あ、最近自分の友達が最近ハワイに行ったらしくて、お、そうで、ハワイ行って帰ってきてお土産もらったんですけど、うん、この、まあ、まあお土産の話置いといて、うん、置いといて、面白くないの置いといて、ハワイ行った時に、お土産面白くないハワイ行った時にやっぱ海とか綺麗じゃないですか、まあ、ですよね。だけど見た瞬間に、うん、なんか自分の出身地をちょっと恨んだって言ってたんですよ、うん、でなんでって聞いたら、うん、ちょっと宮古島を見てるから、うん、全然感動がなかったっつって、面白くなかったっつって言ってました。あ、じゃあまあ沖縄の海とはあんまり変わらない感じで、そう、変わらないって言って、唯一変わると言ったら、うん、ビーチがあってその反対側に住むビルがいっぱい建ってるのがちょっと異様だったらしくて、そこはすごいって言ってましたね。まあね、沖縄だとあんまないからね、そういうビルがっていうのがね、強いて言えばホテルぐらいじゃないですか、うん、だからすごいって言ってましたね。なるほどね。全員日本語喋れますって言ってましたよ、周りの人が。そう、なんか結構日本語通じるらしくて、そう、だから英語喋れなくてもハワイおすすめだよって言った。ご飯美味しそうなイメージ。そうね、ロコモコ丼とかな、超美味しそう。いいですね、旅行行きたい、ね、2月に行く予定なんですよ。海外に、はい、海外に、台湾近かった。近い、ハワイじゃない、ね、海外行ったことないわけ。行ってみたいです。行ったことある、ね、あるまだない、パスポートも、ね、パスポート持ってない俺も。俺オーストラリアと台湾あります。お、台湾行ったことあるってよ。なんかおすすめあります？おすすめね、ある。あれ、あるで、何ですか？台湾でしょ、はい、あのね、夜の市場って書いた夜市っていうのがあるんだけど、うん、なんだろう、なんか屋台みたいな感じ。そうそう、沖縄で言えばどこにあるのか、松山みたいな、あんな感じなんだけど、わかんないけど、まあ、イメージそんな感じなんだけど、シュー豆腐っていうのがあるわけさ。臭い豆腐って書くんだけど、はい、名前の通りなので食べました。美味しいんだ、みんな一応食べたら、はい、あ、意外といけるかもっていう人もいるし、いや、匂いの通りだったっていう人もいるから、チャレンチャーだな。癖の塊ですか、うん、9分以降でも、ちょ、台湾の人からしたら伝統料理らしいから、なんか逆に台湾の人からすると納豆の方が臭いっていうけど、日本人からしたらいやいや、シュートの方が臭いみたいな。あ、まあ確かに納豆確かに食ってるからな、確かにな、感じで、まあ一応文化の違いが出るらしいんだけれども、まあぜひ匂いだけでもしてみてください。やいち、やいち、やいちっていうのが多分結構音、ね、あると思うので、はい、あの歩いてるだけでプンプン匂いしてる。そんなにすか？そんなに、そんなにすごいので、9分行こうとしてて、この千と千尋の神隠しのモデルになったって言われている9分あっち。でもツアーで行ったら9分に9分しか入れられなかったみたいな、いられなかったっていう人いて、9分しか、本当に笑っちゃったんですけど、そう、9分に9分事件って呼んでて、楽しくな、回れる、その9分で。だからツアーでは行かない子かなって思って、個人で行こうと思ってて、からいっぱい下調べしないといけなくて、大変だな。9分行ったことねえな、台湾行ったことあるけど、海外初めて、海外初めてです。緊張するね。緊張します。怖いね。でも楽しみ。な、まあね、楽しみのがね。楽しいと思います、台湾も。意外となんか日本語大丈夫ですって張り紙が貼られてるところも、台湾もそうなんですね。うん、まあ多分全部が全部じゃないかもしれないけど、じゃそういうところもあったりするので、いいと思いますよ。じゃあハワイと台湾行きましょう。はい。何の締めか。
まあまあそんな感じですかね。他に何か話したい人います？なんか近況報告的な。近況報告ない。あ、別に何でもいいですよ。今適当に言っただけなんで。近況報告、先週はお帰国祭に行ったかなって感じで。あ、見に行った。平井大行きました。行きました。どうだった？入れたんだ。入れました。しかもめっちゃ前で、あ、自分この平井大さんの前のソークさんとかも結構好きで、でもそれから見ててみたいな。なるほど。もうめっちゃやばくて、自分あのミュータンとかにも見に行くぐらい好きなんです、平井大。やばかったです、マジで。ドゥドゥドゥでしょ。それしか知らない。あとミッキーね。あとミッキー。あとミッキーますね。はいはい。ね、平井大さんね。でも日曜日は雨降っちゃったもん ね、 ね。でも結構人いた。あ、そうなんだ。雨降ったからいかんかったもん俺。朝から結構降ってたよね。はい。あ、そうなんだ。ずっと濡れっぱなしで歩いてました、夜まで。先週の放送に参加したメンバーみんなお帰国祭行ったって聞いたらみんな行ってなかったもんね。まだ行ってない。今から行きますとか言って結局俺行ってなかったんだけど。自分も行かなかった。行く行く詐欺だ。行く行く詐欺だな、これ気をつけないと。危ない危ない。すいません、ね、ちょっとボロが出てしまった。そんな感じですか。そんな感じです。はい、はい、じゃあメールアドレスの紹介に移りたいんですけど、夏の取ってもらっていいですか。なんかあれが。ね、メールアドレス書いてる紙が向こうにあって、はい、はい、ありがとうございます、はい、というわけで俺が持っても見えなさそうだな。見えるかい？逆光逆光っぽいな。すいません、あのじゃあ置きます、はい。メールアドレスがですね761@fmkoza.jp。 あ、映ったね。よし、761@fmkoza.jp となっておりますので、順次メールお寄せください。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでツイキャストですね、ユーストリームの方でも FM コザでは、映像と音声の方を配信してますので、ぜひぜひそちらからもコメントよろしくお願いします。たくさん来てますんでね、後で紹介したいと思います。はい、はい、というわけで今日の1曲目いきましょうか。はい、エイタかな今日担当し、はい、あ、用意したのは。じゃあ紹介お願いしてもいいですか。今日の、あ、大丈夫です、そのままで。あ、じゃあ、あ、ごめんね。ごた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 。じゃあ一応持っといて。なんか挙動不審みたいになっちゃったけど。戻りそう。はい、はい、今日の曲はですね、Baby I Love You という曲なんですけど。で、あの T さんとシャネルさんのコラボのやつで、うん、ちょっと今度ライブをやるときにちょっとコラボ曲を探してて、なんか普通に自分 T さんのやつしか聞いたことなかったんですけど、意外にこの2人のやつもいいと思って、ちょっと今日は聞いてもらおうかなと思って選曲しました。はい、じゃあお願いします。はい、いいよねこの歌。
中国人とかって言います。いいこと言った。そう。観光客とかは多そうな感じがしますね。それ年末の多そうじゃないですか。大掃除のなんかね、この際もう新生活やりませんかみたいな。俺これ声で入ってたら俺今ニトリとか普通に言っちゃったけど大丈夫かな。いや、ちょっと一瞬 N トリです。 N トリで研修からずっと言いますよね。もうなんか今一瞬言っちゃダメなこと言いそうになったから危ない。言わないように気をつけます。意外と見られるらしいからね。そうなんですか。上の人結構ニトリって検索して調べるらしいから2チャンネルとか書かないようにって言われて、 LINE とかもダメって言われてるからさ、結構厳しいみたいな。そういうところ SNS 怖いね。怖いから、テレビの特集でアナウンサー志望の人が Facebook 気をつけてます。重要な、あ、私もそれ見ました。全部ご検索されます。はい、引き続きお帰国ステーションやっていきます。はい、じゃあの今までのさ、この放送時間の間に結構コメントツイキャスで来てますんで、はい、拾いたいと思います。はい、おゲストの OB ですね、ミキオから早速来てますね。おひさーってことでお久しぶりです。久しぶりです。さっきあのね、ハワイの海が宮古とあんま変わんないって話した、はい、宮古の海も綺麗だよねってことで来てますね。ハワイも熟したわけじゃないですよ。同じくらい綺麗だよって話だよね。なるほど。そして、ちゃんおかさんからですね、ありがとうございます。皆さんこんにちは、小園助くん12月10日土曜日のリスラジに来てね、みんなもよかったら来てねということで、ね、はい、ちゃんおかさんっていうのは FM 小園のヘビーリスナーの方なんですけど、はいはい、なんかその12月の10日のお昼からかな、こっちでリスナーズラジオっていうリスナーさんのラジオ特番があるみたいで、リスナーでやっちゃいますよっていうのが、そう、1回なん今年だったかな、はい、やってるんですけど第2弾ということでまたやるらしいので、うん、ぜひぜひちょっとねバイトの時間とかも確認してできれば行きたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そしてルドルフさんですね、はい、ハイサイこのちわん、お帰国の皆さん今日も楽しく、内地は海外てんてんてんどういうことだ。内地は海外がちょっと分かんなかった。うん、何の時のコメントだろう、すいません。でもありがとうございます。コメント、みきおがね、福岡寒い助けてってことで、寒いですね、らしいね。今日暑いですよね。沖縄はもう最高気温27度とか言ってたよテレビで。昨日クーラーつけようかと思いましたね。扇風機にしましたけど、まあ、それくらいね沖縄ちょっと暑いですけど、暑いですね。もう12月だっちゅうのに、俺半袖だからね今日ね。やばくない？おかしいよね。ハワイって書いてハワイ。内地組の方どんなですか？すいません。羨ましそう。ハワイの声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 。すいません、わかんないけど、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてみきおとちゃんおかさんからなんかね、ツイキャスの画面上に出てくるなんかスタンプみたいなもらいましたね。うん、白熊のやつとペッパーデコフレームって書いてある。なんだろうこれ。頭が栗みたいになってるなんかキャラクターの桃ですかね。桃じゃないです。なんだろう。桃っぽい。サルにも見えますよね。まあね。なんかそういうマスコットキャラクター的なやつのスタンプいただきました。レアです、レア。ありがとうございます。そしてルドルフさんが、小園助くんはお帰国際行ったのっていう、すいません、触れちゃいけない部分、ちょっと行く先です、すいませんでした。そしてミキヨ、さっきのかけたね曲が最近ハマって練習しとるやつや、わらって来てます。英語大変ですかね。ですかね、すごいな。すごいですね。どこで披露するんですかね。いや怪しい福岡で、福岡で羽外して行ったら怒られるからやめてくださいすいません。忘年会とかですかね。忘年会、忘年会、二次会のカラオケとか、皆さんそんな羽外すことしないから、そんな女性関係さしっかりして、すいませんでした。どうぞお返しします。個人ライン来るはず、後で。はい、そしてルドルさんが、今日はメンバー多いですね、何かあったんですかってことで、フルメンですね、フルメンバーですね、はい、ギラーが、
もうみんな来るとツイキャスに全員映りきれないからねそれくらい多いですね今日は。ありがとうございます、はい、で CM 中になんか、ね、クリスマスた、までの天皇誕生日からクリスマスまで3連休って話してたら、今年は3連休ですね、まあ、今日のテーマ23日からの過ごし方ですかって来たんですけど、これはちょっと別件でありますのでお楽しみに別件ですね、はい、ますね。ちゃんおかさんですね、さっきリスラジの宣伝した番宣ありがとうということで来ました。 ありがとうございます。こちらこそちょっと確認しますんでよろしくお願いします、はい、という感じで、またメールも来てるのかな。はい、メールが来てますよ。ありがとうございます。確認したんですけど、多分ジェヒョンさんというこの方もリスラジに確か参加される方ですかね、来てましたので、じゃあごめんなさい、夏野さん紹介お願いします、はい、じゃあメール紹介します。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いよいよ来週は韓国からの留学生イ・ジェヒョンがお帰国ステーションに出演ですよ。ありゃありゃ、うん、ありゃ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 、イケメンを準備しておかないと機嫌悪いぞ皆さんに会えるのを楽しみにしてますね。 With love ジェヒョンイってことですね。はい、ありがとうございます。来週ですね、確か9日くらいから来るのかな、ジェヒョンさん。来て確か FM 講座の忘年会参加して、10日はリスラジ出て、11日ですね、多分お帰国セッション来るのかな、来てほしいですっていう感じで、結構お忙しい来お気になるそうですので、ぜひぜひ楽しみにしてますよ、ジェヒョンさん。はい、というわけでルドルフさんからもジェヒョンちゃん来たということでコメント来てますが、ありがとうございます、はいはい、というわけでこんな感じですかね、メールも。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃ あ、 あコーナー行きましょうか、早速。はい、今日のコーナー担当は、はい、エイタです。おら、はい、何をするんだい。なんだろうとですね、今日のコーナーはですね、うん、ちょっと自分は審査員になって、うん、とみんなが今ハマってる曲とか、まあ、好きな曲でもいいんですけど、うん、この1曲をなんだっけ、プレゼンしてもらおうっていう企画です。イエイ、イエイイエイ、はい、はい、じゃあ最初にちょっと自分が一曲こんな感じでみたいな感じで紹介してもいいですか。例題ね、はい、はいはいはい、ではちょっと、のおすすめ曲見えますかね、これ見えますかね、ここからやろうか。お願いします、はい、そう最近、まあ、ちょなんか好きな曲っていうか、最近自分が歌ってて好きな歌、うんうんうん、歌ってて好きな歌なんですけど、はい、ワンオクロックさんの Wherever You Are っていう曲なんですけど、これはいい曲。そう、自分このタカさんのこの声がめっちゃ好きで、このハイトーン感で、けどなんかあんまりなんか自分ロック系を歌えなくて、うん、けどこの歌だったら歌えると思って、ちょっとはい、結婚式流したいのこの歌。めっちゃいい歌ですよね。いい歌。そう、最近毎日歌ってるはず。これ、毎日毎日。本当いうくらい本当に好きで。この歌いい歌。毎日歌こんな感じでやってくれたら嬉しいです。はい、参考になりました。参考になりました。じゃあ順番はどうしましょうか。どんなしますか。エイトの指名でいいんじゃないですか。じゃあひよりこから。はい。マジ、トップバッター。はい。じゃあ初めてのトップバッターだ。はい。緊張する。じゃあなんか私がこれ、うん、こういうの紹介したらみんなバカにするじゃないですか。そんなことないですか。したことない。したことない。本当ですかそれ。あれが。ちょっと人と違うなぐらい。じゃあ私はふわふわしてないよ。現実的に考えました。私のおすすめというか、はい、なんだろう、すごい心にヒットした曲。ヒットした曲。ヒットした曲。はい、気になる。はい。じゃあ迷ったんですけど2つで、はい、これに決めました。はい、はい、なんだ。西野カナさんのナンバーワンって曲です。はいはいはい、知ってる知ってる知ってる。知ってますか？知ってる知ってる。お、知ってる。話が早い。なんか知らないと思って。緑のジャケットでしょ。赤だった。ああ、うん。ナンバーワンめっちゃ連呼するやつでしょ。あ、そうですそうですそうです。そうそうそう。この曲はまあ片思いをしてる女の人の曲だと思うんですけど、うん、はい、まあ私はちょっとこの歌詞にすごい共感しまくってしまって。っていうのも、っていうのも、まあ、あの片思いしてる時に出会った曲なんですよこれ。あ、なんかあの片思いしてもすっごいもう、もう すごいなんだろう、辛い辛いっていうか、うんうん、時期があって、その時に
片思いって辛いんですよ。え、片思いが一番あ、いや、わかる、わかりやすい気持ち、わかる。片思いが楽しみじゃないですか。なんか握手交わせたよ、なんかなんだろう、あ、幸せですよ、確かに、うん、その人と喋れた時は、うんうん、だけど喋れた後に現実に戻るんですよ。あ、ただ喋れただけじゃんみたいな。前に進めてないぞと。前に進めてないよ。何こんなことで喜んでるんだっていうちょっとなるんですけど、自分になんかそういう時になんかこのなんか自分の気持ちにヒットする曲を探して、うん、西野カナさんって結構恋愛の曲多いの で、すごい探してヒットする曲が見つかって、それがこのナンバーワンって曲なんですけど、私が共感した歌詞は全部共感してたんですけど、特にヒットした曲ね、心になんか仕事も手につかないなら、自分らしくいられないなら、いっそのことを好きじゃないことにしたいっていう。おーはいはい、なんか深いね。わー、当たってると思ってなんもうどっちか取れってこと、はい、どっちか取れってこと、どっちか取れというか、なんだろう、私もあのなんだろう、恋をしたら、うん、それ以外のことを本当に手につかなくなるんですよ。でもそういう時に、あ、なんか好きじゃないことにしたいと思うんですよ。でもできない、それが止められない、それが恋ですよねそれが恋ですよね。でなんかこの他にも西野カナさんの曲でなんかゆうやさんめっちゃ笑ってますけど微笑んでる、あ、微笑んでる、そう、うん、このもしも運命の人がいるのならとか、そういうこの私の気持ちにジャストヒットした曲が次々と出てくるんですよ、うん、多分私が思うに西野カナさんは私のために作ってくれてるんだなって。人生そのものを歌ってると、はい、オッケーです。なのでこれからも西野カナさんの歌を聴き続けようと思います。素晴らしい、はい、おすすめです。いいですね、西野カナいいよね、すごいいいです。日和子っぽい感じがガンガンで、ね、らしい、マジで、うん、もう私のあの何アプリ、音楽のアプリは片思いの曲に溢れてるので、うん、はい、両思いに溢れてないんだないですね、一曲も、あ、一曲もないですか、一曲もない、オッケーです闇が垣間見えない、すいません、じゃあはい、そんな感じ、はい、はい、はい、じゃあ次はゆうやさん行きましょう。はい、見えるかな、私が、うん、おすすめの、はい、好きな今ハマってる曲ですね、うん、は日誌の、うん、まだ君は知らない、はい、マイプリージストガールです。イエーイ、見えます、好きです、多分見えないか、若干逆光っぽいんですか、そう、トリプル A の西島さんがねソロで出してる曲なんだけど、はいはい、この歌、まあ、歌もいいよ、うん、歌もめっちゃ好きだけど一番のポイントはPV なんですよ。PV なんですよ。可愛いですよね。有村架純と、うん、やばい、ニッシーが踊るんですよ。超可愛くて。可愛い。恋ダンスも可愛いけど、うん、俺はこっちだな。マジでね、可愛いよね。可愛い、もう架純ちゃんが踊ってるね。架純架純って。架純ちゃんって。ってわーっつって。やった。本当好きすぎて、この歌、まあ、あまり歌えないんだけど。あのカラオケ行った時にカラオケのモニターってでかいさ、うんはい、PV を見るためだけに出るからね俺。 PV 出るところあるんですか？あるある。なんか自分が行くところ全部出なくて最新版最新のところ行けばいいんだ。そうそうそう、歌わないでずっと見てる、こうやってかわいい、かわいい、かわいい、ずっと見てる、こうやって、怖い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 、ちょっと怖い、ちょっとやめようか、じゃあ歌ってほしいかな。そう、でも超かわいくて、はいはい、で結構 YouTube の検索したらこの一般の方も踊ってるんですよ、うん、その踊りもかわいくて、いい、もう本当に天使、天使だよねガッキーに踊ってほしいよね、逆に恋ダンスもこっちも踊ってほしい。もう2人で踊ってもらったら、あ、2人がいいな、もう最強です、やばお願い しようかなお願いします、お願いします、サンタさんにお願いしましょう、お願いします、LINE しますんで、人脈が歌もいい、歌もいい、これ歌もいい、ね、そうそうそう、歌の内容が今 PV の曲3くらいだったよ、まあはい、カップルがいて、うん、でまあ彼氏さんがめっちゃ好きなんですよ、うん、彼女のこと、うんうんうん、で歌詞で俺のこと好きなんだろうって言ったら、うん、
そんなことないもんっていうわけ。かわいい。かわいい。かわいくね。そんなことないもん。もんだったかな。そんな感じ。いやえ、これかすみちゃんが言うんですか。かすみちゃんじゃないな。あ、じゃない。歌う。でも言ってる人かわいいもん。あ、もうかわいい。かわいい、かわいい。うん、ってなる。これ出会いバージョンもあるんですよね。そう。そう。やっぱかわいいっすね。寝れなかったその日は。そんなにやばい。そうそう。かわいすぎる本当に。っていうのをエータに見てほしいです。はい、終了。気持ちやろう、ね。すごい、はい、はい、あ、そうそうそう、始まらないの、よかったなーって感じしました。よかった、はい、よかったですね、はい、じゃあお次誰行きましょうか。4人誰だ。じゃあなるみさん。あ、来た。やばい、はい、やばいやばいやばい。何ですかね。はい、じゃあ私の、うん、ちょっと最近好きな曲は、はい、サチモスさんのステイチューンです。わ、うん、かりますか。わかんない。なんかタイトルがラジオっぽいなって思った。でもなんかこの曲多分聞いたらわかると思うんですよ。あの CM 曲とかにもなってるのでわかると思うんですけど、サチモスさんはなんかすごい声が、グループなんですけど、うんうん、ボーカルの方の声がすごい良くて、男性の方なんですけど、なんか高い音とかも普通に出せる方で、なんかすごいんですよ。音域が広くて、でこのメロディーもいいんですけど、なんか後ろの音楽もいいんですよ。なんかイントロとかもすごいグッとくるし、後ろで流れてる音もなんか好きで、あ、トータルいいみたいな。トータル全体的にいい。じゃ今かかってる曲かなって聞こうとしたけど、なるみがヘッドホンしてなくて。誰か借りていいですか。今ラジオで流れてる曲ですか。じゃあなんだろう。これですか。あ、この曲です。お、今ラジオ聴いて皆さん、この曲です。なったん、すごい。やべえ、仕事が早いな。仕事が早いわ。仕事が早い。最初日和子がかけてる時、あ、紹介してる時からちょいちょい変えてきてたから、あ、多分毎回その曲にしてくれてるのかなと思って。ですよね。素晴らしい仕事が、仕事がね、仕事が拍手しようぜ。なっちゃん、すげえ、流してって言ってないのに流してくれた。仕事早いっす。素晴らしいっす。優勝優勝。まあ以上です。この曲ね、この曲です。ちょっと聞いてみたいと思った。本当に聞いてください。じゃあグッとこらえて。車の CM で流れてるので、今の。あ、やってるの。そうそうそう、はい、 YouTube でも。以上です。はい、了解です。あ、お次は誰行きましょうかね。じゃあ萌え。はい、はい、いや来ると思った。なんかちょっと目合うなみたいな。合わせんようにしてと、私がおすすめしたい曲っていうか、これインストゥルメンタルっていうもので、うん、歌詞がないんですよ、うん、だけどそういうのをよく聞くので、うん、その中で一番好きな曲、大好きなんですよ。この久石譲さんが作った曲が好きで、はい、久石譲さんが作った明日かとさんっていう、明日かとさん、もののけ姫かな。そうですね、もののけ姫の映画の最後の方で、人間ともののけの戦いや、頭をなくした獅子神の暴走で荒れ果てた森が蘇る場面で使われてた曲なんですよ。とにかくなんかもう、まずもう、あ、今流れてる、もしかして。あ、そう、仕事に、ね、仕事に必須。とにかく癒される。聞こえる、癒される、癒され、今癒されない で, れないで。ちょっとなんか運転中に聞くんですよ。心を清める。運転に集中するためにね。はいはいはい、で清めて、なんかこういう曲聞いてたら渋滞も苦じゃないし、ああ渋滞も苦じゃないですし、赤信号必ず止まるんですよ、黄色で。あ安全運転で、安全運転できる。あ、
あーはい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 、はい、好きすぎて本当にこの曲が一番好きで、うん、であれ聞いたことあるわ、確かに聞いたことあります？森が再生していくシーン、そうそうそう、でこの曲好きすぎてピアノ練習しておうおう全くできなかったんですよ。あ違う違う、できなかったんですよ今までは。しかしこの曲を弾きたいがために猛特訓しました。1年間弾けるようになりました。そうじゃないとできないよね、うん、超好きで、これ弾けたらかっこよくないですか。かっこいい、うん、そうなりたいって思って家でこれ流れてるんですよピアノで。あーはい、確かにね、もののけ姫ね。そう、もののけ姫ね、最初見た時怖くなかった？あれはちっちゃい頃見た時 ね、 ね、今見たらなんかあーなるほど、なんか深いけど、ちっちゃい時見たらちょっと怖い、深い、本当に深い、だけど本当深いよね。ちょっと悲しいことに君の名はに抜かれたんですよ、ね、そうだよね、興行収入抜かれたね。まだ1位が千と千尋で、そうですね、そうそうそう、からぜひ聞いていただいて、うん、心癒していただきたいです。なるほど、そうだ、このプレゼン聞いたら映画とこの音楽も気になるよね、映画もぜひ見ていただいてBGM もちょっと聞いてみたいな、ね、BGM 聞いてそれからもっと好きになれるのではい、早尾さんもリスペクトしてる本当に大好き、小さい市場さんもね、はい、本当にはい、素晴らしいですね、癒されて、本当にずっとこういうの聞いてる聞いてるイメージ、モアの車乗ったら流れてるイメージよし、あなるほど、あのコーナーの途中なんですけど、はい、CM を忘れそうなので、はい、一旦 CM に行きます。はい、すいません、ありがとう、俺忘れてた、自分も一回過去に忘れたんで、もうそこからもずっと CM CM トラウマになってる、トラウマになってる、すごいなっちゃん、ね、すごいね、すごいすごい、検索したらできるの、すごい、検索仕事が幅回ってそう、パパパってすごい、すごいしたら全部あったからありがとう、俺のないと思うのでこっちから見せていいですか多分ないと思う、ありがとう、一応接続して音あの真ん中の丸いところを押したら出てくると思うから、次もう CM 明け小三之助さん、あ俺でいいですか、俺と一応時間が残ってる、あ、じゃあ時間でいいよ最後ちょっとあかんで、あかんで最後あかんで、あかんでメールとか大丈夫、メールは来てないです、ね、あ了解です、暑いです、これ半袖だからちょっと寒い、クーラー直後あたりなんですよマジで、有村架純喋った方バツかな、あれは日清に嫉妬しましたなあでもなんかやっぱりでもネットで検索したら有村架純ちゃんに嫉妬してる女の人とかもいて、あ逆にね、逆にトリプル A 人気だよね、人気で相当にイケメンだよね、トリプル A めっちゃ好きなんですよ自分、高1の頃沖縄来た時もライブに行って、あそうなんだ、全員美男美女だよね、なんかね、トリプル A で本当に名前の通り、権力さえあればかすみちゃんとあんなことできるんですかね、本当によでもあれかあれ月空のあれでしょ、いい、はい、というわけで引き続きお帰国ステーションやっていきます、はいはい、 BGM でルパン三世が流れてますっていう言ってみたかったナイス選曲です、何を盗むのかな、うん、はい、はい、行きましょう、心じゃない、あ、エータの心をね気持ち悪い早く行こう、早く行こう、はい、じゃあ残りはチーカーと小田之助さんということで、はい、はい、じきじきに中華が最後は嫌ということで、最後は嫌、俺も嫌だとか、やった最後は嫌、はい、はい、次は私ですね、ちか、はい、ですね、はい、私はちょっと嵐ファンなんですよ、嵐オタクっていうかジャニオタなんですよ、はいはいはい、ちょっとそれでみんなに紹介したのが、うん、最近出た Don't you get it、うん、って言って、最近なんか M ステでもなんか、うん、
この出てて嵐が出て、うんうんうん、この歌歌ってて、で私がこれで好きなのがなんかもう前向きな曲なんですよ。めっちゃポジティブに行こうぜみたいな、でそれもいいけど自分も PV が好きで この PV 買ってから嵐の DVD 買って、うん、で PV がもうめっちゃ嵐がもうめっちゃなんか楽しんで、なんだろうかっこいいとかじゃなくて、なんかみんなでワーワーしながら見たことあるやん、なんかおちゃらけっていうかなんだろう、みんなではしゃいで、でそのスタジオとかも雰囲気がめっちゃもう嵐も爆笑しながらメイキングやってるんだもん。メイキング映像見たらもうめっちゃ良くて、もう人生はこれから前向いていこうぜみたいな曲にいい、ね、曲の中にも入ってて、ね、そう、なんか最近 Are You Happy って言って、アルバムが出たんですよ。それに入ってる曲 で今嵐ライブコンサートツアー回ってて、でそれでも歌っててもこの嵐のライブ行った人からも、あもうあれ良かったみたいな、楽しかったみたいな、ファンからも支持されてる、うん、そう、なんかダンスも面白いし、そうなんか楽しめる、こっちもポジティブなれるみたいな、元気なれる、見てて元気なるっていいね、見てて元気なるって、めざましテレビに出てたよ。あそうそう出てたあれで知った、そうそうそう、目覚ましとか目覚ましとか M ステとかで流れてて、それでなんか知ってる人もいたりとかなったら、それはい、なんか歌詞の通りに本当に嵐が楽しめてるのかっていうので PV をね、うん、本当にメイキングみたいな感じで、メイキングでもう一人一人マジックやったりとか、なんかいろんなのに挑戦してみたいな、そう、それでもう映像この撮影現場とかもなんかもうカメラ自由自在にパーって動いてみたいな、なんか嵐もダンスも、自由なんだね、はい、相当、大野くんとか二宮くんのこのなんか遊びっていうかダンスバトルっていうか、求愛ダンスっていうか、求愛求愛なんか2人がほぼじゃない、あれほぼじゃないんだけどあれなんですよ、このもう2人仲良しだからその求愛ダンスみたいなの対決とかやったりしてて、なんか仲いいね、もう超仲いいんですよ。嵐の仲良さがもうすぐ分かる、めっちゃ分かる PV で、うん、PV も見てほしいけど流れて動画はね、ジャニーズは流れてないかな、 YouTube ではなんか流れてなかったのかそうなんだ、でも流れてる曲もある、流れてるのもある、そうこれを一応検索して見れたら見てほしいです。なんか仲良しさがめっちゃ伝わる、ほっこりするね、ほっこりする、叩きでもね、そうポジティブになれるので、はい、これおすすめです。はい、聞いて元気になるって確かにポイント高いよね、高いですね、高いですね、PV か、今日 PV 多いですね、多いですね、PV の残りは大鳥幸之助さん、出た何を言うんだい、楽しみ、楽しみですね、むしろボイコットするってのありですか、やらないよやらないよむしろ審査員やりたいそうそうそう、はい、というわけで俺ですか、はい、はい、これね、ツイキャス映したいんだけど多分ボールペンで書いた上に逆光で見えないですね、ごめんなさい、あの僕のカンニングペーパーにします。はい、というわけでアーティストがプレデターズっていう、まあ、3ピースのバンドなんですけれど、まあ、曲がナイトレスシティという曲でして、うん、3人組なんですよ。ギターとボーカルが山中沢尾さん、ピローズっていうバンドの人で、はいはい、でベースが結構俺グレー好きなんですけど、あ前から言ってますね、そうそうそう、野次郎さんっていう人で、ドクターってやつしたドラムお医者さんのDR でね、 DR、はい、が、高橋弘隆さんでいいのかな、エルレガーデンっていうバンドの、お好き好き、まあ、あのドラムの方らしいんですけれど、この3ピースでやってるバンドの曲で、まあ、今一応かけてもらってるんですけれど、あのなんていうかな、結構結婚じゃない今年の4月にその沖縄でグレーがライブやってて、はい、そうそう行ったんですよ、はいはい、あのまあまあ前日いろいろあって気分転換にっつって行ったんですよちょっとごめんごめん、何でもないです何でもないです、ごめんなさい気になる、なんかあったんですか、あそれはまあまあおいおい、ちょっとオフレコのところでお願いします、はい、はい、で、まあまあそのライブで1曲目に演奏された曲がそのベースの二郎さんっていう人が作曲した曲で、はい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 、結構なんかゴリゴリした感じの曲だったんですけど、ゴリ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 した感じので、一応それがなんか初めやっぱ初めてなんだろう、好きなアーティストのライブ行ってその1曲目って結構印象に残ったりすることって多分多いと思うんですけど、
一応その曲と曲調がなんか似てて、その別のバンドではあるんですけれど、結構それで、はい、今回紹介しようかなと思って、はい、紹介してもらってます。曲ちっちゃいですか、もしかすると。あ、いや、聞こえました、聞こえました、聞こえた、聞こえた。一応これなんですけれど、結構ベースが強めで流れてたりするので、結構好きですね、僕。ということで今回紹介しましたよっていう。はい、エレテカーに好きです自分。本当ですか。はいはいはい、という感じです。あ、こんな曲なんだ。さらっといきましたけれども、はい、さあ、はい、あ、そうです、審査員なんですよね。そうだよ、そうです、ね、結構激戦ですよね。1,2,3,4,5,6 名紹介しましたけれど、出た、出た、なんだ、お、なんだ、商品あり、商品ありです。えーい、あ、お菓子出てきた。2人、はい、優勝、準優勝、チャンスある、チャンスある、チャンスあるよ、クリス広がったよ。どうしよっかな、本当に悩むんですけど、準優勝から言う、準優勝、うん、あー、2位、1位いく。1人目は、はい、はい、じゃあ、まあ、まあ、両方1位タイということで、あー、同率ね。まあ、でも一番ちょっと聞きたいなって思ったのは、なるみさんの曲。おお、イエーイ、イエーイ。そう、なんか自分曲を聴くときに、なんか最初なんか自分もともと結構耳が良すぎて、歌詞よりこのメロディーでもうあんまりなんかなんて好きじゃなかったら聴けなくなるんですよ。だからこのイントロがいいとかっていうのが結構自分聴いてみたくなって、ではどちらがよろしいでしょうか。じゃあ、オレオか原始パイか。原始パイで。パイの。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。まだある、まだある、まだある、まだあるよ。もう一人。まだあるよ。どうしよっかな。結構悩んでる。結構本当に悩む。小座之助さん。おー、ありがとうございます。もう来るとは思ってなかったので、いただきます。小沢之助さんは多分もう自分、はい、多分自分が結構聴かないジャンルっていうのもあって、そ、結構みんなの好きだったんだけど、ゆうやさんのやつは自分、はい、ハプニングの方が好きなんですよ。そこ変えた時にね、話したんだよ ね、 ハプニングもいいよねっつって。なるほど。で、ひより子のやつは、あの裏面の方が俺好きなわけ。これ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 、そう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 、カップリング、そう、ナンバーワンカップリングね。あ、で3人で迷って、多分一番自分が聴かないジャンルなのが小田之助さんのやつだと思って、ちょっと聴いてみようと思って選ばせていただきました。ありがとうございます。しゃーないな、しゃーない、しゃーない。俺カップリングって書いてなかったかな。頑張ってたから書いてない、書いてない、書いてない、はないです。残念だ。はい、はい、多分こっち2人の曲は多分結構聴く系、多分まずミーハーだから、多分シングルとかオリコンとかに上に上がってきたらまず聴くわけ、結構。だから言ってたパターンね。紹介してもらったやつで一番聴かないやつにしようと思って、確かにね、なるみさんのやつも初めて聴いたやつなんで、ちょっと聴いてみようと思って。聴いてください、サチモスです、サチモス、聴いてみます。サチモス、おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ。ルドルフさんからもおめでとうですってことでコメント来てますね。ありがとうございます。はい、はい、っていう感じですね。はい、というわけでコーナーは以上ですか。はい、はい、というわけでコーナーを閉じたいと思います。はい、はい、はい、というわけで一応コーナーは終了したんですけれども、メールとかは来てないですね。はい、ありがとうございます。はい、コメントもね、前半結構来てたんですけど、後半になってルドルフさんのおめでとうしか来てなくて、でも若干寂しかったですね。でもありがとうございます。はい、でも5人見てるということで、まだまだコメントお待ちしてますよ。はい、はい、はい、というわけで、まあ、残り時間もまああと7分少々、7分切ったくらいだね、はい、なんですけど、どうですか皆さん、なんか何話します？なんか特に考えてなかったと思います。皆さんは曲
好きな曲って歌詞で選ぶ方ですか、うん、それとメロディーで選ぶ方ですか。もうがっつりメロディー。メロディー。そうなの。え、みんなメロディー。メロディー。夏のは。あ、でも歌詞好きかもしれない。ああ、一緒だね。かわいそう。かわいそう。かわいそうなんですか。じゃあ私も歌詞なんですけど、うん、歌詞から入るんですよ逆に。歌詞聞いては共感、そっからメロディーに行くんですよ。ほう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 、うん、っていうことを知りたかっただけですみんなはどっちなんだろう。めっちゃアベマオとか聞いてそう。あ、アベマオよく知ってるね。じゃあさ、アベマオもめっちゃ歌詞良くて、うん、すごいストレートなんですよ。ひより子あれとか聞いてそう。あなたの恋人になりたいのですとか聞いてそう。ジャスえ、もうすごい男版西野かな。男版西野かな。すごい全部読まれてる気がする。ここめっちゃいい曲です。気をつけないと。めっちゃなんかあの その人のこと知りたいな。バイト何みたいな。彼女いるみたいな。めっちゃ聞く。ストーカーの歌って。あ、そうですそうです。そうです。はい。ストーカーの歌も若干共感する。若干共感する。でも素質はある。やったことないです。ストーカーとかそんな。さすがに偶然会うぐらいはあります。あっこみたいな。偶然会った。予想ったとか偶然会うとかありますけど、ストーカーとかじゃないです全然。ストーカーしないもんね。しないですよ、うん、いい子だもんね。はい、うん、はいそんな感じ。なるほど、ね、あ、ルドルフさんが鹿音楽家って昔からのテーマですねってことで来てます。ありがとうございます。たかしさんからもこんにちは、間に合ったということで、はい、ありがとうございます。という感じで、まあ僕も結構エイタと同じでイントロから入ること多くて、そうなんですね、うん、なんか、あ、これ好きかもって思ったら結構聞いたりとか多いんですけれどね、うん、最初からサビから入る曲ってあるじゃないですか。あ、はいはいはい、なんか自分好きなんですよ。一気に心ガッて掴まれてボーって聞いていく感じが、まあ、さっきの君、まだ君も知らないやつもね。そう、今回これこの曲、うん、ライブで歌おうか迷ってたんですよ、踊ってほしいな。踊るの踊るのこれね、はいはい、そう迷ったけど今回はちょっと歌わないかと思って。あ、じゃあ次回だね。次回踊りも含めて、ね、踊りも含めて、ね、踊りも練習しとかないと。そうだね、うん、はい、うん、最近 CD 買ってます？皆さんは CD 買わないですね。買わないよね。あ、でも俺予約した。お、あ、そうなの。風間助さん結構買ってるイメージある、ね、あるある。かレンタルするかが多いかな。レンタルが多いかもしれない。自分 iTunes で買う派。俺もダウンロードする、うんうん、買う、まあでもアプリがあるんで最近はもう。そうなんだよ、全部聞けちゃうんだよね、無料で。そうなんだ。ヤマンさんからハイサーってきました。ハイサー、ハイサー、パパ足りない。いいわ、いいが抜けちゃってるのかな。なんかハイサーの掛け声みたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。CD とか買う人とかってすごい楽しそうだなって思います、うん、なんか集めてる友達にもいるんですよ、うんうん、めっちゃ集めてる人、うん、人生楽しそうですもん。人生もはや顔だけね。じゃあ本当になんかあのこの日に発売日とか、あ、確かにね、この日になんか抽選が発表される、抽選の結果が発表されるとか、すごい人生楽しんでるなって感じがして、私もなんかそういう趣味とか欲しいなって思います。確かに分からないでもね、確かに楽しみにしてるよね。そうなんですよ、めっちゃいいなと思います。初回特典とかね、初回抽選版を買うために抽選やってます、ね、自分も。あ、やってる。この嵐の DVD とか、那覇ら辺ってすぐなくなるんですよ、このアルバム DVD とか。おー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 。だからすぐ予約してみたいな、 あと何人でしたよみたいな、ギリギリでしたねとか、よっしゃーみたいな。もうそういうのパワーレコードのイメージ。やっぱ人生楽しそうさ。そうそう当たってる。設立しようだね。あ、じゃあ私もちょっとあの君の名はが今途中、はい、あの真ん中ぐらいです。真ん中のページぐらい。本前読むって。あの読み終わるって言ってたんですけど、来週までにとか言っときながら。言っときながらね。今半分です。ちょっとまだわかんない、まあ。映画見てないんだ。映画見てないんですよ。で 本でね。本で見てるので、オチもわからないので、ちょっと楽しみにしてます。あとでみんなでいいようなオチ。見ちゃうか。すごい楽しみにしてる。まだ多分いいところまだ来てないんですよ。半分なので。ま、今からかもしれないです。マジか。入れ替わらなくなって寂しがってるシーンです。今。結構序盤。まだまだ。序盤？嘘。ん？序盤？
人見てない俺からしたら何のこっちゃって話ちょっと前半よりだと思う 30%、 30%、 40%ぐらい本当ですか。あ、じゃあ楽しみ今から、うん、今からもう、うん、こっから多分泣くよ。あ、本当ですか。マジ泣ける、本当にマジ泣けると思う。あ、じゃあ来週までに読んで。泣きすぎるのもあるけど多分マジで泣ける、うん、本当に。泣ける、エイタの泣けるはちょっとあんまり信用しない。泣き虫だ、泣き虫だ、常に泣いてる。いろんなところ泣くじゃん。いろんなところ泣く。じゃあ横のカップル超泣いてた。そうなんですか。低いってた。低い。泣けるっていうのはキュン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 なんですか、それは。あ、恋愛系なのか。あ、どっちもどっちも。これいったネタバレ。そうそう。楽しみにしとき、楽しみにしときます。彼氏がずっと。あ、じゃバレないようにだけど。背中をずっと。自分的にあのペンが、あ、ペンがカラッと落ちる。ああ。何の話。よし。ダメダメダメ。まあ、それだけだったらペン、わかります、ペンの使用。わかるわかるわかる。ここからはもうこのぐらいにしてOK です。落ちてしまいそう。はい、じゃあというわけで今日もいい感じになってきましたので、じゃあまた来週の放送でお楽しみにという感じで、FM コードの忘年会もありますので、参加される方また僕も行きますのでよろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日の放送をお届けしたのは小座の助とゆうやとえいたともえとちいかとひよりことなるみと夏野でした。それではまた来週です。さよなら。さよなら。ありがとうございました。